レギュラーさんの跳ね消えたの全く気づけない時あるんですけど、その関連で意識してることあります？結局慣れですかね。それは、羽の気づけ方、ありますよ。あります。コートを脱ぐっていう選択肢もあります。コートを脱げば、見た目が分かりやすいんですけど、もう一個あって、羽が散るときに音鳴るんですよ。バサバサって。その音聞いとけば、羽が消えたか分かります。だから音聞きましょう。音を聞けば、僕音聞いて判断してること結構あります。ミンミン、ミンミン。そう、実はね、音鳴ってるんですよ。豪華ドラゴンの音いてー。あ、バカ野郎。またやっちゃった。わお、空なら帰れた。確かに空なら多分帰ってるだろうね。いた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 。あ、今聞こえた、みんな羽が散る音。バサバサってなったでしょう。今の結構分かりやすいんじゃないかな。あと 1% 欲しい。え、死にそう、死にそう。見そうだが、え、聞こえた？バサーって。
のことわからない。そう、昨日ね、あのセフィロスの羽が消えるタイミングがわかんないって言ってさ、あの悩みの 悩める子羊がね、あのコメント欄にいたんですよ。だからあの羽が散るとき音が鳴るからそれ聞くといいよって言ったんですよ。でも本当に音鳴ってるんですよ。でもみんな聞こえないって言っててさ、いやさ聞こえるよって思って、僕もあのヘッドホンなしで聞いてみたら全然聞こえへんかった。小さすぎるよなあの音な、あまりにも小さい。でもマジでね鳴ってるんですよ。わっしょい。最善は服を脱ぐ。うん、なんかそれに落ち着きそうな気がする。マジで聞こえんかったからな。やっちゃう。痛いな。まあ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 。いやいやー倒せないな。それー、おいしい。まあ、なんかね、そう、なんか欲しいよな。わかりやすい。なんか喋るか、演出なんか入るか。間違えた。痛いな。なんと？あ、軽い。軽いな。うん。あ。わお。なんか音
消える時の音もっと大きくしてほしいな。バサバサバサって、なんかもうちょっと主張をね、主張をもうちょっと激しくしてほしいですよね。